皆さん、こんなお悩みはありませんか？帰りが遅くなるとき、空腹による嘔吐、健康管理、早朝に起こされて寝不足、災害で帰宅困難、ちょっとした旅行や急な出張にご飯の心配、その他にも生きていく中でたくさんの悩みがあるのに、猫ちゃんのご飯だけでもこんなに悩みがありますよね。そこの綺麗なお姉さん、この猫ちゃんの悩みを全てたった一つの商品だけでそんな悩みを解決できたら夢みたいですよね。そこの美人なお姉さん、そんな夢のようなことが実現できる商品があるんです。それがこちら、ヘッドスノーウィー美味しさ長持ち自動給食器のご紹介です。そうなんです、皆さん、先日ご紹介した海外で先行販売して2億円超えの大ヒット商品、全自動猫トイレ、ペットスノーウィーブランドの自動給食器となっております。それでは早速開封からいってまいりましょう。ちょっと皆さんごめんなさい、静かにお願いします。シャイちゃんが起きないように静かに開封。クイックユーザーガイド、取説。うわ、先デザイン見ちゃったけどかっこいい。よし、先にこっちを取り出そう。やべ、シャイちゃん起きるかも。ファイ、ふう、大丈夫だった。お皿の部分かなり大きいです。それもそのはず、2匹の猫ちゃんでもいけちゃうサイズ。アダプター。やべ、起きたかも。セーフ。こちらは乾燥剤。みんなやべえ、なんか目合ってるかも。さっきからうるさいのよ。セーフ。いや、アウトでしょ。バレてたか。うわ、口でけえな。本体ブリーンブリーン、そしてスタッフさんもブリーン。見てください、かわいい本体。裏にはしっかりと滑り止めのゴム、手動給仕用のボタン、 Wi-Fi 表示ランプとフード切れ表示ランプ。どのぐらい少なくなったらランプがつくの？うわ、信玄餅のお化け。ちゃちゃんだったか。どのくらいご飯が減ったらランプがつくのか知りたい。確かにそれは気になるね。ご飯を買いに行くぐらいの余力は欲しいよね。それじゃあ後で実験してみよう。ペットスノーウィーロゴがかわいい。上蓋を開けてみましょう。パカリンコ先生。うわ、簡単に外せるようになってる。そして中はこんな感じ、目詰まりしにくい設計になってるようです。こちらは蓋の裏側、端っこの部分がパッキンになってて、蓋を閉めると密閉できます。さらにここに乾燥剤を入れることによって猫ちゃんのご飯の鮮度を落ちにくくします。いや、素晴らしい。これすごいっすよ、中が分解できます。これによりお掃除が楽ちん。あー、これでようやく掃除してくれる。今まで全然掃除してくれないもんね、スタッフさん。いや、してるよ。でもこんなに簡単に分解できるなら前よりお掃除の回数増えるかも。期待しておくよ、期待しておくよの足回り。それでは内側のボックスの裏側、なんとここもですね、お手入れしやすいように分解できちゃうんですね、パカリンコ先生。それでは先生が元の位置に戻しちゃいましょう。スタッフさんが先生だったのか。おっと、ここで内側のボックスを入れる時のポイント、これで入ってると思いますよね。この白い爪が出ていないと裏蓋を取り付けることができません。白い爪が出ていない時は手を入れてスクリューを回して、こう、これで OK。 アダプターを取り付けて乾燥剤を取り付けていきます。スタッフさん、何の乾燥剤？塩化ナトリウム、水石灰？いやいや、水酸化ナトリウムじゃないかな。いや、これはさ、シリカゲル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 。乾燥剤をこの中にいて蓋の裏側に取り付けます。そしてその蓋を本体に取り付けます。細菌が繁殖しにくいステンレスボールを使用、台座の部分から取り外すことができます。そして本体にガシャン。お、これすごい、見て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 、じゃーん、なんとマグネットになってます。いいね。しっかりご飯を待ってるわけじゃないよ、たまたまここにいるんだよ。ここ足あったかくなるからここにたまたまいるんだよ。スタッフさん、どうしたの？カリが手伝ってあげるよ。コンセントをズゴン。おーっと、行き止まりか。お、なんだこれは、危険なものかもしれないから見ておこう。こい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 、全然出てこないよ。そしてアプリを追加して接続。ペットスノーウィンの商品なら他の商品も一括管理することができます。接続完了。このアプリでできること、すぐにご飯出せます。スケジュールに合わせてご飯を出せます。ご飯出したかどうかの履歴を確認できます。タンクにもご飯ないっていう通知がきます。じゃあ今、私たちはお昼ご飯食べたかの？カルジ、食べてないのじゃなかろうか。じゃあそろそろご飯にしようかね。ちゃいば、我が家もこんな感じでスケジュールをセットしました。あとはご飯をボックスの中に入れて。でも先生、どんな種類？おー、テンション上がってきた。ちょっと銘柄、水晶のフードはこんな感じ、サイズ2ミリから15ミリ、ドライフード、フリーズドライがいけます。よし、ちゃちゃん、フォーメーション B。 オッケー、4リットル入れられる大容量。よし、そろそろだ。あれ、ちゃちゃいない。あ、フォーメーション間違えた。そして蓋を閉めます。それでは早速給仕してみましょう。今すぐ給仕。はい、おめでとうございます。あれ、
狩野は。ちょっと全然フォーメーション違うよ。フォーメーションはもう解除したの。なんで解除しないでよ。受けてよ。こういうのはレディーファーストなんじゃないの。関係ないよ。全世界の人に見られてるんだから。関係ないね。急に柴田恭兵。急に柴田恭兵。ちょっとこれはチャイのでしょ。すごく新鮮。これが長続きするなんて最高。本体の裏です。ネジ止めされているボックスを外すと電池を入れるところが出てきます。そうなんです。皆さん、ペットスノーウェイの自動給磁器はアダプターからもお電池からもお給電できるおツーウェイモデルとなっております。お停電になった時も安心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 ビーム。いよいよ怒られるぞこれ。そして我が家にはもう1台。うちはカリンちゃんとチャイちゃんの体調に合わせてフードを変えているので、せっかく大きいお皿なんですけれども2台必要。ペットスノーウィーさんが気を利かして用意してくれました。ありがとうございます。さすがペットスノーウィーさん。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まだ自動給磁器を使ってない人にはマジでおすすめです。正直に言うとペットスノーウィー以外の自動給磁器もできることはほぼ一緒だと思います。そんな中でもペットスノーウィーの自動給磁器が特におすすめな理由を今からお伝えいたします。お皿がマジでけえ。猫ちゃんはご飯食べるときに器にお髭が当たることを嫌がるそうです。この器はマジでかくてその心配はないと思います。詰まり防止設計にこだわっている。僕実は自動給磁器は3代目。今までは1泊2日の旅行帰りには大体詰まってます。いつもと同じ量のご飯をあげてるんですけど、僕がいないといつもよりご飯を食べないみたいなんですよね。なのでお皿の上にご飯がパンパン乗ってて結果詰まります。こちらの商品は赤外線検出などの機能もついててすごいですよね。次にデザイン。この角張ったデザインがお部屋に置くと決まるんですよね。可愛すぎて愛着持っちゃうんですよ。そして四角いから2台並べた時のこの感じ、デザインする時もこれも想定してんじゃないかな。そして他のペットスノーウィーさんの商品との相性超抜群。揃えたくなっちゃうこの統一感。チャイとの相性もいいよね。そして最後に簡単に分解できる。超シンプルに作られてるので簡単に分解できてお手入れが超楽ちんっていうところ。ご飯のトレイがマグネットでついていて簡単に取り外せるなんてめっちゃ楽ちんです。ステンレスのお皿の部分だけ外せるっていうモデルは結構あるんですけど、その部分だけ外すって結構大変だったりするんですよね。トレイごと外せるのはマジ楽ちん。簡単にお手入れできるっていうところはかなりこだわったと思います。使うとわかるんですけど、ペットスノーウィーさんの自動給磁器はとにかく簡単にお手入れっていうところに重点を置いて、その結果超シンプルなデザインにたどり着いたんじゃないかなと思いました。以上、この商品が気になった方は概要欄からチェックしてみてください。高評価チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではフードランプが消えるタイミングを調べていきたいと思います。このように入っているご飯をボウルへ移します。はい、着きました。さて中に入っている量はどのくらいでしょうか。なるほど、1匹だと1日持つか持たないかぐらいの量ですね。このランプより先に来るスマートフォンのお知らせで補充した方が良さそうですね。そういえばこれなんだ、もしかしてガシン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 、ウィン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